モアモアチャンネル。モアモア。はい、皆さんこんにちは、モアモアチャンネルです。今日の動画はですね、先日ね、ニーニーの海物語チャンネルさん の、 ライブで恒例なんですけれども、貯金箱の中身を当てろというね、企画がありまして、貯金箱の金額に一番近かった人 1,2,3 位で景品がいただけたりするね、企画なんですけれども、先日ニーニーさんがこうために貯めた貯金箱、大量な大きい貯金箱をもう一気に開封して全額でどれくらいあるかっていうね、それを当てるライブがあったんですけれども、朝までかかったらしいんですけど私寝落ちしてまして、次の日ね、フォロワーさんから教えていただきまして、フォロワーさん当たってますよみたいな、ニアピン賞1位です、おめでとうございますみたいな連絡が来て、と思って見返したら、見事に金額割と近く1位でニアピン賞をいただきました。そしてね、Amazon ギフト券いただきましたので、早速使わせていただきました。で、私がね、そのアマゾンギフト券で今回購入したのがこちらです。じゃじゃんゴープロじゃないよ安いね、アクションカメラの方ちょっと気になってまして、最近のアクションカメラなんかすごい安いのに、 4K 対応とか Wi-Fi とかいろいろあって、気になってね、買ってみました。2年前ぐらいにゲーセンでね、こういうなんか防水のアクションカメラを撮って、それを使った動画をね、YouTube に出しているんですけれども、そちらのカメラの方はね、ほんとおもちゃみたいな感じで、結構画質もね、荒くてね、すごい見づらかったんですが、このどうなんだろうと思って、ほんと興味本位で買ってみました2年前ぐらいから進化しているのかな。私昨日ちょっと開封してみて、形はね、そのずっと前にゲーセンで撮ったものと似たような形ではあるんですが、ちょっと今日はこちらで水槽の中ドボンして撮っていきたいと思います。普段はね、私水槽の中撮るときは100均のね、防水ケースにスマホ入れてこう閉めてドボンで撮影していたんですよね。ということでね、こちらがね、もし画質良ければ今後スマホをね、水槽にドボンせずに済むなと思いまして、やってみましたので、早速使ってみようと思います。モアモアチャンネル。これじゃあね、早速開けてみましょうか。タタ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 、そう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 、なかなかいい装備でした。こうケースに入って、昨日ね、ここを開けちゃったんですよ。じゃじゃーん、こんな感じでね、付属品ぎっしりのセットでございます。で、これがカメラなんですけれども、防水のね、ケースに入ってまして、これもしね、水槽ドボンしても、水槽の外からシャッターを押せる、こうビデオとね、カメラのボタンが押せるリモコンですね。それとこのカメラのアプリがありまして、こちらのアプリをダウンロードするとスマホからも映像を見れて、シャッタービデオ写真とね、遠隔操作ですね、スマホからもできる Wi-Fi 対応ですね、なっております。そしてこれ 4K って書いてあるんですよ。 4K どんなもんか、まだ映像は見てないんですけれども、まあね、いろいろ付属品ついてますね。なんか何が何だか、充電のコードだったり、バッテリーですね、バッテリーも、バッテリーの充電用だったり、バッテリー自体もついてるかな、バッテリー自体もついてますね。なんかまあいいや、こまごましたものは端折ります早速使ってみたいんで、これね、昨日開けちゃったんだよね。ちゃんとね、シリコン入ってて、水は入らなさそうな、ちゃんとお弁当箱みたいになってるんですよこんな感じになっております。じゃあ電源入れてみましょう。お、あ、ついた、イエーイ画質どうなの、あ、ちょっと画質悪そう画質悪そうですね。はい、こんな感じです。いまいちね、操作方法がよく分かってないので、説明書を読みながらやっていこうと思います。私とても機械音痴でございます。ここでサムネイルを撮ろうかしらよし、ということでね、ほんと説明書嫌いなの。説明書読んでもね、結局よくわけわかんないからね、カタカナが嫌いなのよ。はい、なんかね、いろいろ解像度もね、設定できるそうなので、え、 4K にしていいのかな。 4K でとりあえずやってみますか戻る、どうやってやるんですか。戻りたいんだが、
ここでなんかこうメニューいろいろあるんですけど、リモコンのオンオフを決められます。リモコンオン、はい、リモコンオンにしときました。大体の設定はいいのかな。それではもう早速取りに行っちゃいましょうか。ここに充電だったりイヤホンジャックだったりSD カードだったり。さて、あ、緊張するなあ。あ、SD を入れないと。チャンネル登録よろしく。はい、それではね、こちらで。怖い。いいのかな。ドボンしていこうと思います。そしてね、このビデオとね、写真のやつで。怖い。やっていこうと思います。いきます。怖い。早速もう。ビデオ一回撮っちゃいますか。どうなのかな。はい、早速ね、ダイブした映像がこちらになりますね。やはりね、ちょっと拙者はね、厳しいですね。ちょっと、近くにあるものは、ぼやけてしまいますね。画質的にはね、2年前ぐらいに使ったね、アクションカメラよりはね、全然画質はいいですけど、まあ、それなりですね。値段なりの、画質かなと。でもね、思った以上にね、なんか、雰囲気が、よくね、撮れるので、なかなか、面白い商品かなとは思います。やっぱね、GoPro とかね、本当のアクションカメラはすごい綺麗に高画質に撮れるんでしょうけど、ちょっとね、安いのを購入したので、手ぶれとかもありますが、でもね、やっぱね、こう水槽の中にね、直接カメラ入れて撮る映像はね、可愛いですね、お魚さんたちも。こっちはね、熊の実水槽の映像なんですけれども、ちょっと苔でね、汚いですが、まあ、サンゴたちがちょっと近いのもあって、ボケちゃいますね。なかなかうまく撮れないですね。やっぱり、拙者はちょっと難しいですね。角は割と綺麗かな。ちょっとね、水流もあってね、手ぶれしちゃうので、撮り直そうかな。はい、そしてね、こちらがもう一度撮り直した映像になります。水流をね、止めて撮影いたしました。水流が強いとやっぱり手もね、動いちゃうので、それでもね、どうしても手ぶれはしてしまったりね、近いせいもあってね、映像がボケちゃったりする映像になってしまうんですけれども、まあね、こう、お魚さんたちをね、いろんな角度から撮れるのはすごいいいですね。とても可愛いです。
こういう角度から撮るのもね、面白いですね。やっぱこう泳いでる魚とかは結構綺麗に撮れますね。近づいてきたらちょっとボケてしまいますが、なかなか面白い映像ですね。ちょっと魚側の気持ちになってね、魚側からね、このガラスを覗くとね、自分が反射して見えてるのかと思いきや、外がね、丸見えなんですね。はい、ということでね、熊の実水槽の方もちらっとリベンジで撮ってみました。上から見る景色も綺麗ですね。なんかこう広角レンズなのかな、これは。ちょっと丸みを帯びた映像ですね。角がね、すごい綺麗に撮れますね。でもやっぱね、スタポがね近いせいもあってね、水面から結構近いので、スタポも豆砂もちょっとボケてしまいますが、ほんとね、ダイビングしたかのような、うっとり映像が撮れました。まあ、画質はね、ちょっとやっぱり落ちてしまったりね、色味もね、ちょっとね、下がってしまう感じなんですけれども、個人的にはね、この魚を撮るのがすごい、テンプレしてる。魚を撮るのがね、すごい、感動しました。とてもね、海の中にいるような感覚に陥りましたのでね、安いアクションカメラでしたけれども、十分ね、この水槽内で遊べそうですね。今後もね、ちょいちょい使っていこうかと思います。ちなみにね、このアクションカメラ6000円くらいでした。とても安いです。それでは今日はこの辺で、チャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエスト何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。